申し込む。平将五輪容疑、宮原智子を支えたコーチ浜田流のジャンプ指導。平将五輪容疑、宮原智子を支えたコーチ浜田流のジャンプ指導。フィギュアスケート選手の宮原智子を育てたコーチの浜田美恵が3月4日放送の情熱大陸 MBS/TBSK ネット毎週日曜23時0分波ダッシュに出演する。平将五輪でミスのないパーフェクトな演技で自己ベストを大幅に更新し、実は初出場にしてフィギュアスケート女子4位を獲得した宮原。演技直前リンクサイドで手をつなぎ額を合わせ目をつむる宮原と浜田の姿が印象的だったが、これは宮原がシニアに上がった頃からの2人のルーティーンだという。上での孤独な戦いに挑む宮原を陰に日向に支え続けてきた浜田。その存在は去年怪我に苦しみながらも実は初出場を果たし好成績を残した宮原の大健闘を語る上では計り知れないほどだ。コーチ歴35年という大ベテランの浜田だが、宮原以外にも本田真凜、紀平梨花といった実力ある選手を数多く教えており、去年の全日本選手権では10位以内のうち4人が浜田の門下生という。一体なぜ彼女のもとにこんなにもトップスケーターが集まるのか。その練習にカメラを向けてみると浜田流のジャンプ指導にはある秘密が隠されていた。また去年5月のカナダ・アメリカ遠征にて本田らのシーズンプログラムを作り上げていった様子にも密着した。遠征先では選手と一つ屋根の下で過ごすことも多い。スケート指導以外にも料理や洗濯、さらに航空券や宿泊先の手配までこなす浜田の姿はまるで母親のようだ。心身ともに深い絆で結ばれ、選手に大きな影響を与えるスケートコーチという仕事の舞台裏も伝える。